ヨルダン川西岸地区、ヨルダン川西岸地区、ヨルダン川和西岸地区はヨルダンとイスラエルの間に存在し、現在パレスチナ国、パレスチナ自治区の一部を形成するヨルダン川より西部の地域のこと。欧米などでは単にウェストバンク、ウェストバンク、西岸の意と表現されることが多い。なお、東エルサレムは歴史的には ヨルガン川西岸地区の一部として扱われてきたが、政治的、文化的、人道的な重要性からヨルガン川西岸地区とは別個に取り扱われることが多い。地区の面積は5 6 6 0トル。後日する3つの区分に分けられるで、その中に約270万人、2016年のパレスチナ人と約40万人のユダヤ人、2014年、東、 エルサレムを除いた入植地の人口がいる。1948年の第一次中東、戦争後半にヨルダンによって占領され、1950年にはヨルダンから東、エルサレムを含む地域を併合という形にされた。同地区は1967年までヨルダンの一部を構成していたが、国際的には認められていなかった、1967年の 第三次中東戦争でイスラエル軍によって占領される。ヨルダンは1994年領有権を放棄した。現在、同地区はイスラエル軍とパレスチナ政府によって統治されている。一部の人々、特にイスラエル人の入植と東エルサレムの併合、ひいては本港の地域も含めた古代ユダヤ人国家の再統一を支持する人々はユダヤサマリアと呼ぶことを好む。 また、フランス語などのロマンス諸語では、いわゆるトランスヨルダン、ヨルダン川の向こう側、すなわち現在のヨルダンと対比して、シスヨルダン、ヨルダン川のこちら側と呼ばれる。ヨルダン川西岸地区は国際連合からイスラエル占領地として考えられるが、一部のイスラエル人や他の様々なグループは占領されたよりも議論される地域という用語を好んで使用する。 ヨルダンガー西岸地区にはパレスチナ人、アラブ人やユダヤ人及び他の少数民族グループが居住している。同地区に暮らす大多数のアラブ人は第一次中東戦争でイスラエルから避難したパレスナ難民あるいはその直接の子孫である。2010年現在ヨルダンガー西岸地区は統治者によって散布されている。現在でもヨルダンガ西岸地区の主な統治者は イスラエルであり、また C 地区は A 地区 B 地区を包囲しさらに細かく分断するように配置されているイスラエルが容易にパレスチナ人の交通を封鎖できるようになっているさらに C 地区でのパレスチナ人の日常生活は大幅に制限されており家屋学校などの建築井戸掘り道路施設などすべてイスラエル軍の許可が必要となる 特に住居建設の許可が降りることはほとんどなく、イスラエル軍は違法を理由にパレスチナ人住居を破壊し、罰金を取り立てている。国連によると、2010年だけで少なくとも198の建造物が破壊され、300人近くのパレスチナ人が強制的に排除された。イスラエルの行政上の区画はユダヤ・サマリア地区である。前述したように、 ヨルダン川西岸地区の6割2000年時点はイスラエルの統治下にある。また他のパレスチナ政府管轄下 A および B 地区についてもイスラエルは網の目のように包囲しており与える影響は大きい。C 地区とは別にと呼ばれるものが存在する。これはマーレアドゥンウームをはじめとするユダヤ人による入植地イスラエル国籍の人の移住地でありそのほとんどは C 地区に点在している。入植地は政府主導の大規模なものもあれば、入植者が勝手に作ったものもある。イスラエル政府は事実上容認。入植者には2014年時点で40万人ほどのユダヤ人が住んでいるとされる。そして、その入植地及びヨルダン川西岸地区を取り囲むように建設されたのが分離壁である。イスラエル政府の名目上の説明は、 自爆テロの防止であるが、分離壁の一部は1949年停戦ライン、通称グリーンライン。ヨルダンガ西岸地区とイスラエルの境界線を越えて、西岸地区内に入りんでおり、入植地の事実上の領土化やパレスチナ人の生活を分断している。イスラエルによるヨルダンガ西岸地区の強硬的な実効支配については、 国際的な非難が行われており、2016年12月23日の国連アンポリでは、イスラエルのパレスチナ占領地への入植活動を法的な生成がなく、国際法に違反するとし、東、エルサレムを含む占領地でのすべての入植活動を迅速かつ完全に中止するよう求める決議が採択され、賛成14票、反対1票で可決されている。 イスラエルの友好国であるアメリカは同様の決議に、大使しばしば拒否権を行使していたが、今回は棄権するという異例の事態となった。実質的に、イスラエルとの境界線となっている分離壁には2004年に国際司法裁判所が、イスラエル政府の分離壁の建設を国際法に反し、パレスチナ人の民族自決を損なうものとして、不当な差別に、外資、 違法であるという韓国的意見を出し、国際連合総会でも建設に対する非難決議がなされている。パレスチナ人による自治政府の管轄下はヨルガンガー西岸地区の約4割ほどであり、そのうちパレスチナ政府が完全に支配下に置いているのは2割にも満たない2000年。その管轄区もイスラエルの実行支配地域及び分離壁によって分断されており、 多くが地区西部に点在する形となっている。パレスチナ政府がヨルダンガー西岸地区に名目上設置している行政区画、兼、ガバナートは以下の通り、ただしイスラエル統治下を含んでいる。東エルサレムの現状は論争の的となっている。東エルサレムはヨルダンガー西岸地区を形成する一部であるが、 イスラエルは東エルサレム併合を宣言しているため、イスラエルはヨルダン川西岸地区の一部としては考えていない。しかしながら、併合は現在国際的に認められていない。なお、日本国政府はパレスチナ国を承認していないため、日本の地図では、イスラエルとヨルダン間の領土構想地、未確定領域と扱われることがある。ただし、 1994年に結ばれたイスラエルとヨルダンの平和条約ではヨルダンは同地を放棄しているため正確にはイスラエルとヨルダン間の領土構想地ではないイスラエルの領有権未確定地域イスラエルとパレスチナ自治政府との係争地であるいずれの場合もその政治的文化的人道的な重要性からヨルダン川西岸地区とは別個に取り扱われることが多い 一例として、オスロ合意は、他のパレスチナ領域と別個の問題として、東エルサムを取り扱う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。